ましたけど。はい。ありがとうございます。皆さん、夏ですが、夏を堪能してますか？イエーイ。海行きました？イエーイ。プール行きました？イエーイ。バーベキューしました？してない。宿題終わりましたか？終わらない。ですよね。はい、私もこんぐらい溜まっております、まだ。結構ですね、それは。全然終わってません、大変なぐらい。お疲れ様です。はい、なんですけどね、皆さん、今日は盛り上がっていく準備できてますか？イエーイ。はい、それじゃあ皆さん、あの、位置ついてください。はい、位置ついてください。はい、はい、皆さん、今から歌う曲で暑さなんか吹き飛ばしてください。盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください、真夏の AKB メドレたちの関係に似てる。
してしまった。混乱してしまった。もう楽しくて、うんうん、なんか逆に寒い。寒い。汗で寒い。あ、嘘だ。はい。というわけでね、今日は久々にですね、自己紹介をフルでやらさせていただきたいと思います。じゃあバレリーナちゃんから。はい。今日は知ってる顔が何人かいつすごい緊張してます。よろしくお願いします。3期生のフレッシュバレリーナのミカです。よろしくお願いします。ミカです。大きなお耳と笑顔がチャームポイント。最近こじはるにちょっとだけ似てるしあります。3期生のナナです。よろしくお願いします。はい、皆さんうさぎポーズをしてください。せーの、ゆりぴょんゆりぴょんゆりぴょんぴょん。ちゃんとやってよ。ゆりぴょんかけむらさぎちゃん、スノードロップの渡辺りっ子担当、ゆりぴょんです。よろしくお願いします。はい、ゆりぴょん。はい、じゃあ知ってる人は、知ってる人は、知ってる人は一緒にやってくださいね。え、嘘。じゃあやります。セクシー&ヤンキー担当、略してセクヤー。ありがとうございます。1期生スノードロップ版ことリーダーのノンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、チャームポイントは目の上のチョコチップ。広島県出身ナナです。よろしくお願いします。ちょっと声聞こえなかった。ナナちゃんね。ナナ、お願いします。マイクの調子が今日悪いみたいな。ナナちゃんです。はい、はーい、いきます。わび、さび、そして最近お笑いも担当することにしたチエです。よろしくお願いします。チエちゃん、2期生のチエちゃんです。はい、チエです。待って、さっき意見こと1つ聞こえたわ。スルーしとこうか。よし、はい、いつも通りの6人なんですけれども、今日はなんとなんとロサンゼルスから帰ってきたばっかりのアメリカンガールと研究生の子が強制出演します。はい、出てきてください。カモンカモン。イエーイ。暑い暑い、ね、アメリカこんなんある。ない。はい、それじゃあアメリカンガールちゃんからちょっと自己紹介お願いしますよ。日本と広島の暑さにやられそうな幻の1期生、れんちゃん隊長ことれなです。よろしくお願いします。イエーイ。えらい人気。そう、知ってる顔が私もいっぱい。すごい人気。どうぞどうぞ。はい、それでは研究生の子は、名前で僕らピカリンことひかりです。よろしくお願いします。はい、それここでちょっとお知らせなんですけれども、はい、なんとですね、ひかりちゃんは研究生だったんですけれども、うん、今日なんとこのロコフェスにて正規メンバーになることが決まりました。おめでとうございます。おめでとう、ひかりちゃん。おめでとうございます。これからはね、じゃんじゃんイベント出てください。一緒に盛り上がっていきましょう。まあ早速なんですけども、はい、なんか何か言いたいことある人、言いたいことある人、はい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 、わびさび言いたいか。はい、言いたいです。はい、じゃあどうぞ。はい、私たち今度またイベントに出演させていただきます。9月4日水曜日、またケーブル B にてさせていただきます。今回もバンドとコラボをさせていただくので、また新しい曲たくさんご用意してお待ちしてます。ぜひ来てください。バンドの前そうです。またまた、よろしくお願い。9月4日ね。9月4日ですよ。はい、お願いします。はい、言いたそう。はい、言いたそう。すごい、どうぞ。はい、9月23日の月曜日祝日に、ミスター船入店でスノードロップのイベントを行います。イエーイ。でちょっと詳細はまだ決まってないので、ここにアクセスしてください。ここにアクセスしてください。見ますか。目こうやってやってくださいよ。目こうやってやるよ。逆にこれで見えた人はちょっとガンガン行きましょう。実際はですね、ヤフーとかで広島ヤホー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 で広島スペーススノードロップ、スノードロップは SNOWDROB ですね。よく見えます。見えた。よく見えない。なんで拍手が起きるのか分かんないんですけれども、自分のチーム名ぐらい覚えてますからね。はい、まあ、そうヤフーとかで
広島スペーススノードロップって打っていただいたら私たちのブログとかあの記事とかも出てくると思うので皆さんぜひチェックしてください。あの YouTube とかでも広島スペーススノードロップと打ったらあの私たちが今まで出たステージなどのムービーのとかも載っているので皆さん、ま、私がまだ髪黒くっていたところの動画もあるので皆さんぜひチェックお願いします。お願いします。はい、楽しい時間はあっという間に流れていくもんですね。あら、もしかして最後の曲となってしまいました。のんちゃん嫌だ、のんちゃん嫌だって言われても私もう一回 AKB やろ、もう一回 AKB やる、ダメだよ、私思ってない。いや、覚えてよ、じゃあ時間がなかった。はい、帰ってこい。はい、まあ、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまうものでですね、はい、まあ、次の私たちの立ち位置につきましょうかね。はい、最後の最後立ち位置じゃないわ、最後の曲となってしまいました。先日発表させていただいた新曲を披露させていただきたいと思います。作曲してくださったのが矢上明丸さん、そして作詞をしてくれたのがロサンゼルスから帰ってきたばっかりのレナ。書いたよ、皆さんぜひ歌詞にも注目しながら聴いてください。それでは聴いてください。気づいて気づかないで、言えない私の気持ち、you
いよ。ありがとうございます。はい、これからも応援よろしくお願いします。スノードロップでした。